なんかよくさ外とかお出かけした時にさ、マリンはもう声がもろマリンだから、ちょっと声のボリューム下げてって言っても、いやそんな変わるよみたいな。でもどうなんだろうな、確かにテンションはあるじゃん、人それぞれ。みんながみんな配信の時にわーってテンション高いかって言われると、ほら寝起きの時とかさ、やっぱねそのオフトーンな時もあるわけですけど、まあ、それでもなんかやっぱマリンはマリンじゃなーって思うよな。てかみんなそう。そう、生の2人声でけ、そうラミーも声でけ、もうマジで散歩行けねえよ、散歩ヒヤヒヤしたもんな。ラミーと1時間ぐらいかな、なんか1時間ぐらいその散歩に行ったんですよ。でも散歩1時間っていうか、お店、そうスーパーとかで買い出しも行ったから、それ含めて1時間だから、実際1時間も歩いてはないんだけど、いや本当に思ってた。ラミーにはちょっと言えなかったんだけど、声でかいよとかなんか言うとさね、天性のねやっぱ声のボリュームってあるから気遣って言えんかったんやけど、ないし、ラミー声のトーン落としてくれーみたいな。人がね、そんなに人通り多いわけではないからいいんだけど、でもやっぱたまには人が通るやん、その時ダメー声のトーン下げてくれーってヒヤヒヤヒヤ、そう特徴的やからな、そうそんでーとか言って、え、ノエタンはさーみたいな、最近どうなのーとか言うわけよ、散歩中に。やっぱ散歩はさ気分が良くなるからさみたいな、今後もやってこうねみたいな言い訳がヒヤヒヤする、そんな声はらんでもみたいな。そう、団長はね本当にもう良くも悪くもマジで声が通らないんで、そうまあ、この前のブルージャーニーのライブがありましたけど、まああそこでねサプライズで全体曲が発表されたんですよ。はい、まあ、もうねリリースされてるのでぜひ聴いてほしいんですけど、水たまりっていう曲が、でその時もう団長自分どこにいるんだみたいな感じなんかさなってるよね絶対。そう、自分的にはねめちゃめちゃ声を出して歌ったつもりなんですけど、